ある視聴者から送られてきたこのインテリア、どこかおかしいと感じませんか？今回ご紹介する3つのインテリアは、多くの方がついやってしまう問題点があります。今ご覧になっているあなたも決して例外ではないのです。インテリアは他人から指摘を受けることはほとんどありません。今見ていて特別何も思わなかったとしても、この動画を見終わった頃には、このインテリアの違和感に気づけるようになっていると思います。この世の中で起こっているリビングやダイニングでの問題点を解決したいと思います。はい。というわけで、今回は視聴者さんのインテリアのアドバイス企画をやっていきたいと思います。今回はですね、前回辛口添削ということでご紹介した時に、グッドボタンが2000を超えたらね、続きをやりたいなっていう話をしたんですが、実際ね、2000を超えたんで、今回はですね、その辛口添削をやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでね、インスタグラムのストーリーズでこんな投稿をしてみました。3月もそろそろ終わりそうで、新生活ようやく落ち着いてきた、いろいろ揃ってきたけどなんか変、うちなんか変な部屋な気がするという方へ辛口添削とアドバイスをしますと。 YouTube の企画で条件は下記ということで、部屋の全体がわかる写真と部屋の広さがわかる図、あとなりたい理想のイメージと欲しいものとか買い替えたいもの、あとはね、どの辺が変なのかなっていう自分で思っている部分と困っている点など、あと辛口に耐えられるっていうことも重要なポイントとして書かせていただきました。というわけでね、たくさんの投稿をいただいたんですが、その中から厳選してアドバイスたくさん今回ありますのでご紹介していきたいと思います。今回はですね、どんな辛口でも雑言誹謗中傷も厭わない選ばれた猛者たちが DM で集いました。今回は辛口なので荒々しい口調とか言葉遣いになると思いますが、応募者のためを思ってのね、発言となりますので、あらかじめご了承ください。じゃあまず1人目、添削アドバイスの応募です。総島さん、はじめまして。いきなり失礼な方からの連絡ですね。名前を間違えてしまっています。引っ越しをきっかけに1ヶ月ほど前から YouTube や Instagram を拝見しており、大変参考にさせていただいてます。ぜひぜひ添削アドバイスしていただけると嬉しいですと。好きなテイストはジャパンディと韓国っぽいインテリアです。これから買い足したいものはサイドボードにディスプレイする花瓶や置物です。どんなものや配置がいいかお聞きしたいです。またアートや壁掛け時計も飾りたいです。どのようなバランスがいいでしょうか。遮光カーテン、レースカーテンの購入がまだです。カーテンのおすすめ色知りたいです。ベッドの布団カバーは白を検討していますが良いでしょうか。サイドボードの向かって右側のスペースにはいずれペット用のゲージ、ケージじゃなくてゲージですね、置く予定ですのであえて開けておりますと。ベッド脇のサイドテーブルとして添付写真のステンレスのツールを検討しています。辛口大歓迎ですのでアドバイスよろしくお願いいたしますということで、まあいきなり辛口で申し訳ないんですが、もう誤字脱字だらけということで、全くもう本当に要卒の方なのかなというふうに思いました。じゃあそれでは早速行ってみましょう。まず自宅写真ね、見ていただいていると思いますが、これだけ見てもね、問題っていうのはちょっとわからないんですよね。目的に対して現在地っていうところをですね、確認する必要があります。なのでどうなりたいかっていう、ここに行きたいっていうイメージを持って、そこにね行くには何をすればいいかっていうことになりますので、理想のイメージを見ていくことが重要かなと思います。それではね、理想のイメージいくつか送っていただいてます。まず1つ目はこちら、ダイニングのイメージになっています。すごい素敵なインテリアですよね。でこの雰囲気を作るポイントは3つあると思いました。で1つ目は主役のテーブルですね。これがすごく重要になってきます。大理石で高級感とね、不規則な柄があったりだとか、質感がすごくいいっていう部分があります。で2つ目はですね、同じデザインのチェアを4つ置かれているっていうところです。さらにですね、そのチェアが濃色でコントラストが強いこと、それによって美しいシルエットを感じるということです。で3つ目のポイントとしては、テーブルに合わせたラウンドラグがポイントになってきます。このスペースのまとまり感を出している役割を果たしていて、チェアのねコントラストがいい状態も一役買っているというようなことになってます。なのでラグがあることで足がねすごいコントラストはっきり見えてますよね。こういうところがポイントになってくるかなっていうところです。で一方
構ね自宅と比較してみるとシチュエーションと配色は近いんですが、先ほどね雰囲気が良い理由ですね、そのポイントと比較して見てみたいと思います。まず一つ目のですね、テーブルが少しね無機質になってますよね、自宅の方は。でメインとなるためこれ要素がね足りないかなっていう風に思いました。で最初のね理想のイメージに近づくとしたら何をすればいいかっていうところなんですが、もう少しね質感のある大きめなサイズのものを選ぶ必要があります。大理石じゃなくてもいいんですけど、ウッドとかねそういったもので質感が強いものをね選ぶ必要があるっていうことです。で2つ目はですね、デザインの違うチェアでバラバラな感じが出ているっていうところがあります。先ほどはね揃って濃色の足フレームを使っていましたが、自宅ではですね濃色の椅子は1個あって、スチールのね足だったりとかソファーっぽい椅子だったりとかしてバラバラだし、このね濃色のコントラストが強く出ているっていう状況が作れていないっていうわけですね。なので対応策としては濃色で同じチェアを並べるっていうところですね。3つ目のラグに関してですが、アイテムに対して今ご自宅の方ではラグがちょっと大きいかなっていうふうに思います。あと形状もね、テーブルは丸いのにラグは四角くて大きいというような感じなので、ちょっとねバラバラな印象になってしまっているかなというふうに思います。なので対策としてはチェアが入る程度のラウンドラグを用意していただくっていうことが必要になってきます。これはですね全部買い替えじゃんとかね、買い足しが多いなっていうふうに感じるかと思いますが、理想のイメージになりたい場合ですね、ここになりたいのならここまでする必要があるっていうことです。なので現状とは色は似てるけど結構離れているっていうところが分かりますよね。続いて2つ目の理想のイメージ見ていきたいと思うんですが、こちらです。リビングのイメージですね。こちらはですね、さっきの事例は家具の選び方がポイントになってたと思います。なので買い替えの必要性があったんですが、こちらの場合またちょっと違って雰囲気を作るポイントね異なってきます。見ていきましょう。1つ目はですね、素材のリンクっていうところがあります。例えばこれソファーはファブリックになってますよね。でテーブルは塗装された感じのねテーブルになっていて、チェアはクロームメッキのパイプのチェアになってます。でこれね一個一個見るとバラバラなんですが、奥にあるキャビネットにクロームのメッキのパイプが使われていますよね。でキャビネットはあとねフラットな単色にもなってます。一色になってますんで、テーブルと同じ要素になってきます。でこういったように共通する素材がですねリビングの中にあるのでまとまって見えているっていうところがあります。これが一つ目のポイント。続いて二つ目のポイントは色をリンクさせているっていうところがあります。ホワイト、ベージュ、主にここで使われている家具はこの2色だけなんですよね。ただ単調に見えないのは植物の緑とか紫が混ざっているからっていうところになります。で3つ目のポイントとしては質感の調整ができているっていうところです。家具だけ見るととてもフラットな人工物で揃えているっていうところになるんですが、質感が強い植物をねそれぞれのスペースに配置しているっていうところがあります。なので物足りないところに複雑な質感が加わってこの部屋の雰囲気が良くなっているっていうところなんですよね。この3つがこのインテリアの雰囲気を作っているポイントになってきます。でこちらもですね自宅で再現するならどうなるのかっていうところも見ていきたいと思いますが、1つ目のポイントはですね素材のリンクのところですね。シルバーが奥のスペースにも手前のスペースにもあってリンクはうまくいってますよね。で2つ目のね色の部分なんですが、グレー、ホワイト、ブラック、ダークブラウンとね自宅ではこのカラーが使われていますが、これもねすごくいいと思いました。でグレーとホワイトとブラックっていうのは色が入ってないモノトーンなので一つの色として計算してもいいかなって思います。なので使われている色っていうのはモノトーンとダークブラウンっていう2色になってきます。なので多色にはなってないですよね。先ほどはホワイトとベージュだった、こちらではモノトーンとダークブラウンになっているっていう感じなので、ここも OK かなと思います。続いて3つ目はですね、質感のバランスのところを見ていくと、ダイニングのスペースでは結構物足りない感じが気になったかなと思います。人工物オンリーで質感は座面のペーパーコードぐらいになってますんで、対応策を考えなければいけないと思います。対策としては床置きでいいので観葉植物とかドライを置いたりだとか、サイドボードをもう少し近くへねレイアウトして一つの空間としてね仲間としてまとまって見せるっていうやり方があるかなと思います。こちらの理想のイメージはですね微調整で済みそうな気がします。このインテリア実は近かったっていうことになりますよね。
最後にコツというか注意というか失敗というかね、その部分をご紹介していきたいと思います。こちらの理想のイメージ3つ目なんですが、こんな感じ。これね、とてもおしゃれなインテリアですよね。いいインテリアだなっていう雰囲気は伝わってきますが、こちらは理想イメージとしてはちょっと NG かなっていうふうに思いました。これね、なんでかわかりますか？ちょっとこれはね、理解しておいてもらいたいと思いますので、クイズ形式で4択から選んでみてください。1番、色の統一感がないから。2番、部屋全体が見えていないから。3番、照明が中央からずれているから。4番、テーブルにお花はいじめの定番だから。はい、それではどうでしょうか。1なのか2なのか、それとも3なのか、一体どれでしょうか。考えてみてください。そろそろいいですか。はい、それでは正解ですが、正解は2番の部屋全体が見えていないから、理想のイメージとして使いづらいということになります。というわけで、これ配色の参考にはなるんですけど、レイアウトのバランスが全然わからないので、インテリアの事例としては参考にならないかなっていうふうに思いました。おしゃれな写真でしかないっていうところですよね。それでね、こちらの応募された方の最後にね、質問の回答をしていきたいと思います。サイドボード上はどんなものがいいか知りたいっていう風に言われていたので、おすすめとしてはフラワーベースとかスカルプチャーっていう置物とかね、素材や色がリンクするアイテムを用意していただければいいかなと思います。で、あと置き方のバランスも聞きたいっていうことだったんですが、サイドボードに気が行き過ぎだと思います。今のところテーブルとサイドボードは一つのセットとしてバランスを考えてみればいいかなと思います。今だとサイドボードに何を足せばいいかっていうところを気になっているんですが、それをやればやるほどテーブルの方が寂しくなってきてしまいますので、ここをねバランス取ってあげるっていうところが大事かなと思います。で、あとはカーテンはどうすればいいかっていうところは、事例の2のね部分を参考にしていただければなと思いますし、あとね、布団のカバーは白を検討中っていうところ、これに関しては全然問題ないと思いますんで、そのまま大丈夫ですし、ちょっとね物足りないとか殺風景かなっていう風に感じたら、ダークブラウンの要素を少し入れてあげるとかね、そういう感じで組み合わせてあげれば問題はないかなと思いました。はい、続いてはですね、恐ろしい DM が送られてきました。送られてきたこの DM ですが、何か違和感感じませんか？これお分かりいただけたでしょうか。15時33分に送られてきています。これはですね、15時を言い換えると3時33分ということになりますよね。333ということはですね、悪魔の数字666の半分ということになりますので、つまりですね、半分悪魔からのメッセージということになります。早速見ていきましょう。添削アドバイスの応募。こんにちは。いつも YouTube や Instagram 楽しく拝見させていただいてます。最近では信者の部屋で宇宙人を押すことが日課です。辛口アドバイスぜひお願いしますと。なりたいイメージ、北欧っぽいすっきりしているけど落ち着いた空間、ジャパンディも気になる。欲しいものはフロアランプ、テーブルランプ、アートポスター。買い替えたいもの、テーブル横のサイドボード。気になる点、全体的に垢抜けてない感、柔らかなイメージになりすぎているのでもう少し引き締めたい。ウッドが多すぎる気がするが、どうしたらいいのかわからないということですね。募集終わっちゃいましたかね。ぜひよろしくお願いします。これからも動画楽しみにしているのだ、宇宙ということです。それではね、じっくり見ていきたいと思いますが、こんな感じのご自宅になっております。結構広々としたねリビングに、隣に一つ部屋がある感じですかね。で、買い替えるものも結構あるとのことで、アドバイス行ってみたいと思います。まず最初に自宅を見た時の印象ですかね。窮屈なスペースと間延びしたスペースがあるなっていうふうに思いました。ちょっと気になった点ですね。家具同士テイストが合ってるなっていうところが印象に残りました。あとね、アンバランスな部分がいくつかあったかなっていうふうには思いました。でね、唯一良かった点、こちらもねちょっと言っときたいなっていうふうに思いましたが、ぼやっとしたインテリアの中にブラックのチェアありますよね。それとあとブラックのこちら猫がいらっしゃいますので、すごいメリハリが効いてるっていうところがありますよね。で、インスタとかね、YouTube ショートではね、僕もお気に入りの猫がいるので、そちらのアカウントをちょっとご紹介したいと思います。まずはですね、キャットローフっていうチャンネルのチャイさんっていう猫がいます。こちらね、すごく僕、好きで、毎回見るようにしてます。で、もう一つは、ムネオっていうアカウントのルカっていう猫がいます。こちらもね、すごく可愛い猫で、口臭を嗅ぎたがる猫ということで、おすすめの猫になっております。で、あとですね、最後
最後にお出迎えマルちゃんというね猫がいます。飼い主の方が帰ってくるとお出迎えに来てくれるという猫で、とてもねいい猫がいらっしゃると思います。この3つのアカウントは概要欄の方に載せておきますので、ぜひ見てみてください。はい、というわけで理想のイメージも見ていく必要があるので見ていきましょう。はい、こんな感じのスッキリとしたねいい感じのインテリアになってます。このインテリアのポイントを伝える前にですね、次の事例も見てほしいと思います。次はこんな感じ。こちらの事例の方も先ほどとね同じ共通点があるんですよね。で続いてもう一つも見ていきたいと思います。こちらもなんかいい雰囲気ですよね。これに関しても同じで共通したポイントがね3つあります。じゃあ一つずつご紹介していきたいと思います。まず一つ目のポイントとしては、色と素材の統一感があります。家具、照明、床の色、明るめのウッドで共通しているっていうところがあります。特にね内装設備のウッドも同じ色になっているんですよね。例えば1の事例だったら床が同じですし、2つ目の事例だったら天井が同じ、そして3つ目はキッチンがインテリアのアイテムと共通している部分なんですよね。で大きな面がウッドになっているっていう共通点で、家具とも合っているのでまとまって見えるということになります。で2つ目のポイントとしては、素材の複雑性というところがあります。1つ目の事例としては無垢のフローリングがね素材感かなり強いです。で2つ目はレザーのチェアがねあったりだとか、ルーバーのねデザインになってるテーブルとか質感が強いですよね。で3つ目はね大きな植物、質感が強いポイントになってます。でかなり強い本物の素材感があるところが、このね今見ていただいた事例のポイントになってきて、それ以外のものに関しては割とシンプルでスッキリしたような感じになっているんですよね。で3つ目のポイントとしては、間の取り方がすごくね3つとも共通していいところになってます。ここがね実は一番のポイントになります。空間に対して家具が占めるスペースが通常よりも広くなってます。通常ねインテリアで家具が占める割合の目安としては、部屋全体に対してだいたい 30% の割合ぐらいがとてもバランスがいいというふうにされているんですが、この事例全部見てもパッと見た感じね 10% とか 20% ぐらいになっていて、かなり低めですよね。これって美術館とかイベント展示とかとね近いやり方になっていて、なんか張り詰めた空間とかね美術館とか、そんな印象を受けると思うんですけど、これって一点一点ちゃんと見せたいっていう目的があって、で空間としてね美しく見せたいっていうところがあるので、そういった目的の中にアイテムの割合っていうのが決まってくるわけなんで、結構10%20% ぐらいの割合にすると、結構張り詰めた一点一点が注目されるようなレイアウト、インテリアになっていくっていうわけなんですよね。なので自宅の場合は何をすればいいかっていう風に考えがちなんですけど、減らすことをねかなり考えなければいけないっていうところがポイントとなってきます。これらのポイントを踏まえた上で自宅の方を見ていきたいと思います。まずね家具に使われているウッドの色味は割と合ってますよね。ここはすごくいいと思います。だけど床の質感はあまり強くないので、同素材でコントラストが出てしまっているっていう状況だと思います。対策としてはぶつかり合わない素材の家具をね選ぶ必要があるっていうところで、あとはね床にタイルなどを敷き詰めるっていうやり方もあります。他の対策としては家具の足の色を塗装してしまうっていうやり方もあったりだとか、あとはねラグを敷くっていう方法があります。これねダイニングにラグを敷くっていうの抵抗感ある方いらっしゃると思うんですが、先ほど1個目のねアドバイスの時でもラグ置いてたと思うんですが、意外と大丈夫だしありだと思います。食事をするのでこぼれたらどうしようっていう風にね考えると思いますが、これね自宅でそんなにダイニングの床を汚したことってありますか？意外と僕ねないんですよね。ちょっとこぼしたことはあるんですが、そんなねなんかトマトソースをベチャッとこぼすとかね、そういった惨劇はほぼ起きないので、意外とラグを置いても大丈夫ではあると思います。あとはねウールのラグとかポリプロピレンのラグとかであれば汚れにも割と強いと思いますので大丈夫かなっていうところ。あとはですね小さいお子さんいる方はねさすがにこぼしやすいと思いますので、それはやめた方がいいかなとは思います。でさらにね濃色のラグであれば多少の汚れも気にならないと思いますし、例えばね2つ目の事例のイメージみたいな感じで質感が強いものを選んでいただくと結構ね対策としてもいいかなとは思いました。
で最後にね、要望があった欲しいもの、フロアランプが欲しいって言われてましたけど、どういうものを選べばいいかっていうところですね。部屋の角に置いてあげると空間が広く感じるので目的に近づくかなっていうふうには思いました。なのでフロアランプどんなものがいいというよりかは効果で見ていただければいいかなと思います。例えばね、こうやって上に向けた光をするとね、部屋の角にねそれを置くとすごく広く感じるっていうのがあるんですよね。これ例えば消してみましょうか。こんな感じでですね、結構なんか寂しい感じで圧迫感もね先ほどと変わったんじゃないかなと思います。やっぱりね結構違いますよね。でその他にもテーブルランプは言ってたんですが、これはねテーブルランプはサイドボードに合わせた方がいいかなっていう風に思いました。であとアートポスターですが、こちらもねサイドボードに合わせるとすごくバランス取りやすいかなと思います。であとね、買い替えたいものっていう部分も言われていましたよね。まずサイドボードですね。気に入ったデザインのものを選ぶと失敗するかなっていう風に思います。テーブルとねサイドボードは仲間だと考えて、ダイニングの一部っていう風に考えて引いてみて、テーブルがあるなと、でサイドボードが合うかなと、そういう風に考えて、ただ気に入ったものを選ぶとちょっと浮いちゃう可能性があるっていうことですね。というわけでこれらを踏まえてこのスペースをコーディネートしていきたいと思います。まずはサイドボードのイメージですが、テーブルの幅と同じかやや広いくらいでいいかなと思います。色と素材は合わせてあげるとより統一感も出ると思います。そして次はフロアランプを取り入れたいという話だったので、こちらもウッドを使っているもので、ペンダントランプと共通した要素を持っているデザインのものを選びました。そして次は今まで持っていたワイチェアのナチュラルカラーのものですが、こちらはこのままこの位置でもいいのかなと思います。そして先ほど気になっていたテーブルと床の微妙な差を感じていた問題ですが、その差を感じさせないためにラグを敷いてみます。質感があってイメージとしては理想画像の落ち着いたラグのイメージです。そして次は背景にアートを設置します。この部屋は黒がとてもいいアクセントになると思いますので、少し上の位置に黒を持ってきたイメージです。もう一つご希望にあったテーブルランプですが、こちらも黒にして良いアクセントになるかなと思いました。ただ理想のイメージはある程度の間があった印象だと思うんですが、そのままね、イメージのままサイドボードとダイニングテーブルを離してしまうとバラバラした印象になると思います。ですが今回はねラグがありますので、少し距離を空けてもあまり違和感はないかなと思います。これで完成となります。でテーブルとセットで考える場合はどこに気をつければいいかっていうと、高さを合わせるっていうのがポイントになってきます。一つ目でダイニングの幅よりやや広めぐらいのものを置いてあげると結構ねバランス取りやすいかなっていうところ、あとね背景としてちゃんと考える、ダイニングの背景としてね、サイドボードの上がちょっと寂しいってなってもダイニングから見たら意外と寂しくなかったり、ペンダントがあってね寂しさがなかったりすると思いますので、ちょっと引いた目線でペンダントもあって奥にねポスターとかもガチャガチャあるとそのバランス悪く感じますので、サイドボードだけ見るんじゃなくてもうちょっと引いた状態から見ていただくといいかなと思いました。続いてのはあってはならない DM が届いていました。先ほどのゾロ目でね不吉な悪魔の数字というわけではないのですが、こちらをご覧になってみてください。はい、よく見てみてください。お気づきになられたでしょうか。悪魔の数字666が刻まれているということを。最初のメッセージはね、なぜか挨拶のだけのメッセージが届いていたんですよね。こんにちは、いつも動画楽しみにしています。添削アドバイスの応募を希望しますので以下ご確認いただければ幸いです、ということで、明らかに不自然なメッセージですよね。これだけ送るっていうのは、これにはね何か深い理由があるはずだと思うんですよね。でこの犯人はですね、この部分だけでもすぐに送らなければいけない何か深い理由があるっていうわけなんですね。で注目したい部分はこの日付ですね。3月28日22時15分これに注目してみてください。まず最初の3つの数字を足してみるとどうなるか見てください。3+2+8ということで13になります。次の数字である2、これをかけてみます。そうすると 13×2 で26になってきます。そして残りの数字を引いていきたいと思います。そうすると 26-2-1-5 ということで合計で18ということになります。そうです、
18っていうのは6プラス6プラス6っていうことになりますよね。つまりですね、悪魔の数字666が浮かび上がってくるということになってくるんですよね。これはもう完全にこの時を狙って送ってきたことっていうのがわかりますよね。それで続きなんですが、買い替えたいもの、ラグ、リビング照明、テレビ台、ダイニングチェアということですね。買い足したいものはキャビネットということです。困っている点を見ていくと、ラグとリビングの照明が浮いている気がするので買い替えたい。テレビ台がテレビ43インチに対して小さいためバランスが悪いが、大きいものにすると部屋が窮屈になるため、結局どういうものを買えばいいかわからない。テレビスタンドも視野に入れてますと。ダイニングのチェア2脚をどう選ぶべきか悩んでいる。残り2脚はアデベシェのフィンクチェア、アームブラウン、ブラックとグレーに変える予定。アクセントクロスをグレーに張り替えたいが、撥水加工がされており、輸入壁紙は非推奨だったため困っている。ダイニングを置くキャビネットをオープンタイプか否か悩んでいる。高さや素材も悩んでいるということなんですよね。それではまずね、困っている点っていうのを見ていきたいと思うんですが、まずね、ラグとリビングの照明が浮いている気がするので買い替えたいということで、これね、浮いているっていうかはね、気持ち的にあんまり高揚感の出ない感じというかね、メリハリがなくぼんやりした印象なんですよね。これはですね、原因がやっぱりあるわけなんで、分析して解決に向かいたいと思います。ペンダントランプの使い方が悪い影響を及ぼしているっていうのがまずあると思いました。強い光を天井に一つ置くと、昭和の貧乏スタイルみたいな感じで、そんな雰囲気になってしまうんですよね。昔なんか裸電球1個みたいなね、そんな感じになってしまうので、均等に明るくなってしまっていて、メリハリが出ないっていうのがポイントになってきます。なので対策としてはですね、ペンダント照明の使い方を知れば解決できると思います。ペンダントの照明は2つの使い方があると思ってください。まず1つ目としては、周りに影響なく部分的に明るくしたい場合、これが1つ目で、もう1つは弱い光で飾りとしての光、演出用として使うということになります。今だと全体を明るくしようとしているんですよね。なので奥のね、ダイニングの方はうまく使い方がなっていていいんですけど、リビングの方がちょっとね、使い方が悪いという感じです。で、例えばね、今言った1の使い方だったら、ダイニングの上とか対象物に向けるっていうやり方ですね。で、2つ目のやり方だったら、気分がね、よくな、高揚するみたいな感じのイルミネーションみたいな役割で考えていただくっていうところがあります。で、今回の場合だったら、その他のやり方としてもしあるとすれば、ベースの明るさをアップするために使うみたいな感じですね。で、プラスでいくつかの照明を組み合わせていくっていうような使い方になってます。例えばですね、今僕ベースの光っていうのはここにある光があるんですけど、これをちょっと消してみるとこんなになっちゃうんですよね。これでいい雰囲気な光がね、2つあるんですけど、まあ、暗くて使いづらいということになります。照明はね、実は3つ目ここにあるんですけど、3つプラスベースの明かりみたいな感じになってます。で、ベースの明かりをこうやってつけるとこんな感じになります。あんまり強い光じゃなくてもいいんですけど、まあ今撮影だからこの強い光になってますけど、もうちょっと暗くてもいいですよね。こんな感じで部屋のね、雰囲気を出す光と、用途としてこの部屋が暗すぎないために使う光っていうような感じですね。それの役割として使ってあげることがいいかなと思います。で、あとね、レイアウトのやり方としては、フロアランプはね、テレビ側に置かないでソファー側に置いた方がいいかなと思います。ソファー側の方が用途として明るさが必要になってくるからですね。で、テレビボードの方はフロアランプじゃなくてテーブルランプを追加していただくのがいいかなと思います。で、続いてね、ラグのイエローがメリハリが出ない原因があるんですが、こちらも見ていきたいと思います。原因としてはですね、黄色系統の色ばかりなんですよね、このリビングスペースが。なのでちょっとぼやっとしている。だけど微妙に違う色のね、感じがぼやっとする原因になってきて、どんなものかと言い換えると、迷彩柄みたいなね、そんな状態になってるんですよね。ちょっと近い色だけど違う色がミックスされて、迷彩柄みたいな、ちょっとガチャガチャしたような感じに見えてくるということですね。なので対応策としては、ラグはね、シンプルで白でいいかなと思いました。その他に気になった部分としては、ソファーのね、カーキ色のソファーありますよね。それとクッションのブラウンが結構ね、色がちょっと汚く見えてしまうという風になる
ていると思います。カーキって言い換えると緑系のブラウンなんですよね。なのでウッドとかクッション系が今ね赤系のブラウンになっているので、ちょっとね色が違う感じが近くにあるっていうことで、この微妙な色の違いがですね気持ち悪い理由になってきます。なので対策としては白いブランケットをプラスしてあげてで、その間をね作ってあげるっていうやり方が一つで、2つのねブラウンを綺麗に見せてくるっていう効果があります。でこれをすることでだいぶね色がフレッシュな印象に変わりますよね。続いてのね困りごと、テレビ台がテレビに対して小さいためバランスが悪いが、大きいものにすると部屋が窮屈になるため結局どういうものを買えばいいかわからないっていう風に言われてました。これはですね、大きいものが圧迫感があるっていう風にばかり考えるんではなくて、高さ低さっていう部分と、あとね色次第で圧迫感って結構変わるんですよね。なので横幅が広くて低いもので、でそれで重い色じゃなければ意外と圧迫感はね落ち着いてくるかなと思いました。なのでダイニングに合わせてライトグレーのカラーのテレビボードにするか、他でも使っているねホワイトであればメリハリも多少出てくるかなっていうところで大丈夫かなと思いました。なので選び方のポイントとしては、その色の部分と、あと大きさはですね、今のテレビボードの 1.3 倍から 1.5 倍ぐらいあれば良さそうかなっていうふうには思いました。で続いての困りごとはですね、ダイニングチェア2脚をどう選ぶべきか悩んでるっていうことで、まず希望されているチェアを2つ購入しようっていうふうには考えているっていう、残り2つどうしようかなみたいな感じなんですけど、これに関してはですね助言させていただくと、下手にダイニングチェアを変えない方がいいと思います。よくねいろんな椅子を使うっていうねインテリアね事例見るんですけど、うまくできてない人がほとんどなんですよね。で実はねセンスもいるし計算もかなり必要っていうことになってくるんですよね。2対2で分けるより4脚同じ椅子で合わせてしまった方が絶対美しく見えると思うんですよね。なので合わせちゃっていいんじゃないかなと思いました。続いてね悩まれているところ、アクセントクロスをグレーに貼り替えたいが撥水加工がされており貼れなくて困っているみたいな話なんですけど、これねあんまりいい考えではないかなっていうふうに思いました。壁紙ってあくまで手段なんですよね。クロスを変えたいっていうことが目的になってしまうと本末転倒ということになります。さらにね壁が今より色がね暗い色にするってなると圧迫感必ず上がってきますので、無理にやる必要はないかなっていうふうには思いました。で現状のね白い壁が質感がなくて寂しくてなんかチープに感じてると思うんですよね。だからグレーのなんか質感のある感じの壁紙に変えたいなっていう風に思ったと思うんですが、これね壁紙のクオリティの問題ではなくて照明の当て方、見え方が悪いっていうところなんですよね。なのでさっき照明変えたので解決済みなんですよね。今ある壁の殺風景の原因だったりなんかチープに感じるっていうのは照明がかなり影響してたってことですよね。例えば僕の背景の後ろ壁紙何にも貼ってないですけど、こっちは光が強くて光のね陰影とかがついてたりとか、こっちは暗い中に照明が1個あって、なんか寂しい印象はなくなってるんですよね。例えばこちらはですねすごい明るくてきらびやかな印象があって、こちらはねろうそくみたいなちっちゃい光がポンってあって演出用の光になってるんですけど、こっちを消したらどうなるかっていうのを見ていきたいと思います。これでね右側の照明消してみました。こっちはね華やかなのに、こっちがなんか殺風景で物足りない印象になってると思います。シンプルに暗くて寂しい感じになってるんですよね。なのでここをつけるだけでだいぶ変わってくるということになります。というわけで全てがね光が均等に当たってたっていうのがね、ちょっと物足りなくて殺風景でなんか雰囲気が出てないっていう原因なんですよね。壁紙はこういう部屋になりたいっていう時に必要だったらやっていただくっていうところだけで考えていただければなと思います。で最後にねお困りごと、ダイニングに置くキャビネットをオープンタイプにするか悩んでいると、高さや素材も悩んでいるということなんですが、スペース的に必要ならっていう感じですよね。でダイニングにサイドボードってすごくねダイニングの物足りなさを解消したり利便性が上がったりしてねすごくいいんですけど、この空間にちょっと置いても大丈夫ならっていう風に考えて続けていきたいと思います。物が増えすぎてしまうようならテレビボードもちょっと横幅広くなると思いますので、ちょっと慎重に考えて
考えていただきたいんですが、オープンタイプか扉があるタイプか悩んでいるっていうところなんですが、まずこちらに関しては用途によって決まります。なので飾りながら見せる収納という形でやるのであればオープン一択ですし、見せたくないものがたくさんあるなら扉があるパターンで一択なんですよね。なので自分ならどっちかなっていう風に考えて選んでください。物があんまなくてね、雰囲気を良くさしたいのであればオープンシェルフでいいと思います。その時の高さとしては多少高くても大丈夫だと思います。背景としてこう飾り付けていくっていうようなイメージですよね。例えば事例で言うとこんな感じとかね、ダイニングの後ろに飾り付けていくっていうような感じ、これがねただのね物を収納するだけのアイテムとして考えるとオープンは絶対に向いてないのでやめた方がいいです。で、扉があるタイプのキャビネットを取り入れる場合は確実にやった方がいいと思うのはテーブルの高さと合わせるっていうところです。ダイニングのサイドボードとして機能してくると思いますので、その時に段差があまりない方がすっきり見えてバランスも取りやすいと思います。例えばこんな感じですね。こんな感じで高さを揃えて共通したアイテムを揃えていただくということがキャビネット選びのポイントかなと思います。で、最後にその他気になったところがちょっとあったので、そちらもちょっとね参考になる方多いと思いますのでご紹介したいと思います。気になったところとしてはダイニングの後ろのポスターの飾る位置が横向きっていうのを気になりました。で、これねついついやってしまうよくあるパターンなんですが、これをすることで今だとねダイニングの後ろ白い面がより空いて見えてしまうっていう現象が起きています。このねポスターを置いた経緯でよくあるパターンなんですが、この方がどうかっていうことではなくてよくやりがちな方が多いってやつですね。このスペースねが寂しいのでポスターを置いちゃうっていうケースがかなり多いんですよ。なのでプロセスとしてはなんかここ寂しいなって思ってしまう、でまずね、でなんか置きたいなって思ってしまう、で最後にポスターを置けば場所も取らないしいいんじゃないかなっていう風に考える、このね思考パターンが良くないんですよ。これってなんか物足りないから置いちゃおうっていうね、すごくね消極的なアイテムの置き方、なんか気になるから埋めてしまえっていう感じじゃなくて、自分がね感じた曖昧な気持ちありますよね。なんか寂しいだからなんか足そうかなみたいな、結局何が問題かっていうの分かってないんですよねそれって。なのでそういった状態でインテリアのアイテムとかね飾るものとかをなんとなく選ぶっていうのは結構ねダメなパターンというかうまくいかないパターンなんですよね。で、ぜひやってほしいパターンっていうのはこういうプロセスになります。なんかここ寂しいなって思いますよね。その時に何を足そうかなって勝手に考えるんじゃなくて、どうやって対処してんだろうみんなはっていう風に考えることです。そうなるとうまくいくパターンっていうのが見つけられるんですよね。例えば僕なんかだったらピンタレストを見ることが多いです。ピンタレスト見て例えばダイニングポスターとか検索していただければ多分出ると思うんですが、ダイニングの背景でどんなことをしているのかっていう事例を見ていくんですよね。それで学んでそれを再現していくっていうね、実践していくっていうのがクオリティの上がるインテリアのねコーディネートのコツだと思いますので、ぜひねそういう感じ、自分の考えでやらない、みんなはどうしているのか、自分がいいと思ったインテリアでは何をしているのかっていうことを考えてぜひねやってみてください。今回もですね評判が良ければまた募集すると思いますので、ぜひねグッドを押すようにしてください。よかったらグッドが多ければ再度やろうと思いますので、ぜひ押しといてください。今ね僕はね大阪の難波にいます。大阪にいるっていう証拠にですねこちら見てください。このたこ焼きがですね何よりの証拠だと思います。というわけで大阪に来た理由なんですが、こちら某コンセプトの新店の難波店がオープンしたということで大阪に来てます。場所はこちらなんですけど、大阪の難波駅地下鉄の交差点に難波ヒップスっていうのが大きいね特徴的な建物があります。そこの向かいがここですね、某コンセプトの新店舗ができたということです。それでは早速行ってみましょう。というわけで僕も某コンセプトさんのオープン日は初めてお邪魔しました。最新の店舗ということで店内の様子とコーディネートのポイント、最後に個人的に狙っている欲しいものおすすめしたいベスト5をご紹介したいと思います。
店内はいくつかのスタジオに分かれていて、それぞれコンセプトが違うインテリアコーディネートをされていると伺っていました。ボーコンセプトさんのインテリアコーディネートって完成度が高くてかなり複雑で、いろんなパターンのテクニックを使って作られていることが多いです。具体的なコーディネートのポイントを直接伺ってみようと思います。コーディネートのポイント伺ってもいいですか、はい、白とベージュとネイビー、グレーの4色で基本はまとめているってことなんですね。これどうやって決めてるんですか。デンマークからビジュアルがあるので、それに合わせて沿って展示してるっていう。デンマークでもこのネイビーを使って。この、はい、生地を使ってます。そうなんですね、はい、じゃあここのコーディネートのポイントとしてはカラーですね、はい、カラーのコーディネートがポイントになってくると。はい、シンプルなインテリアの時にいいですね。じゃあ続いてこちらもすごく気になったんですけど、こちらのポイントはどうでしょうか。こちらのポイントは素材感ですね。コーヒーテーブルのこのダークウォークが共通であって、でその共通の素材が奥の壁面収納の素材と一緒であったりとか、サイドテーブルも同じ素材を使って、ここはじゃあ素材を共通してコーディネートされて、コーディネート、ブラウンにブラック、まあそれだと結構重たくなるのでキャメル、あそういうことなんですね、入れてっていう。軽さのバランスも素材で変えてると。変えてます。こっちはなんか同じ感じのテーブルですけども、まあ、一つの空間の中にリビングダイニングはあるので、ここもリビングと同じ素材、ダイニングテーブルのレッグダークオークで、ダイニングチェアのレッグもダークオークで、奥に見える壁面収納の素材もダークオークっていう形で、全て共通素材を使っていることによって、まあ、統一感、ダイニングだけでも出ますし、ここのコーディネートのポイントは素材、素材です。続いては気になったところこちらです。こちらはどういったポイントなんでしょうか。こちらのポイントとしてはデザインですね。デザイン、ソファーの一番端のラウンドのデザイン、コーヒーテーブルもラウンドで、ラグもラウンド。あ、本当だ。あ、ソファーまでラウンドになってたんですよね。パッと見違和感ないですもんね、うん、丸ばっかりだとごちゃごちゃっていうか丸だらけな感じしそうですけど、はい、セラミックであったりとか変えてるんですね。変えてますね。なるほど。あとは、まあ、高さ違いでちょっと変化つけたりとか、うん、結構違うもんですね、それだけで、うん、ここのコーディネートのポイントはデザイン、うん、形ということなんですね、はい、続いてはゴーコンセプトさんの気になるおすすめのアイテム、僕がねちょっと購入検討しているものを、5選ベスト5でご紹介していきたいと思います。それでは第5位ですが、トラバーチンを使ったアクセです。今大注目されている天然石なんですが、気軽にトレンド要素を取り入れるのにめちゃくちゃおすすめなのがボーコンセプトさんのトラバーチンのアクセサリーです。質感はかなり立体的で、カラーは濃淡を感じるベージュ、高級感が一気にアップします。特に気になっていた図形的なこちらはオブジェとしてブックエンドのような使い方としてもおすすめです。家具が揃ってきたら仕上げでどれか買いに来ようかと思ってます。続いて第4位は生地がオーダーできるプーフです。プーフがあると一席増やせてスムーズな会話ができるようになります。ほとんどのモデルで生地や種類やカラーがオーダーすることができます。しっかりとコーディネートをして素敵な空間を作りたいという方にめちゃくちゃおすすめです。続いて第3位はラウンドラグです。僕も所有して毎日使用しているんですが、まずコーディネートが万能です。素材がウールでできていて密度が高くて全くへたる様子がありません。デザイン的にも川の流れのような枯山水のようなわびさびを感じる柄になっていて、シルエット的にはね結構立体的な作りになっているんですよね。なかなか他では手に入ることはできないおすすめのラグになっています。続いて第2位は新作のダイニングテーブルです。こちらはサンディアゴというテーブルのシリーズで、特徴は足元のリブウッドになってます。デザインはシンプルではあるんですが、素材感が強く個性もあってダイニングの見栄えがかなり良くなると思います。さらにコーヒーテーブルやサイドテーブルなど同じシリーズがあるので、リビングダイニングに共通の個性を取り入れることができます。それでは最後に第1位の発表ですが、こちらのチェアになります。ハミルトンというこちらも新作のチェアなのですが、シンプルなデザインでありつつも美しい曲線美というところが特徴的です。ダイニングで4脚揃った時のまとまり感、シルエットはとても魅力的でした。
さらにね、もう一ついい特徴があります。それがね、とにかく座り心地がいいところです。腰をサポートしてくれるようなね形状になっていて、さらに座面の奥行きが少し短くなっているっていうことで、小柄な方にも合いますし、万年腰痛の僕としてはすごいものを見つけたと思いました。実はこちらダイニングばかりではなく、キャスタータイプに変更することもできるので、ワークチェアとしても使うことができます。座り心地の良いワークチェアって20万円以上することってあるんですけど、こちらなら5万円台から購入できますし、見た目にも美しいので、ワークチェアの代わりにもおすすめできるアイテムになっております。はい、というわけで大阪の難波店はこんな感じのお店になっていました。お近くの方はぜひ行ってみてください。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。